久保さんこれすごくないですかほんと露骨に分かりますね <laughs> 全然ないほらすごいな はい。今回ね、どうせ無理っていうね。どうせ無理のどうにしましょうか。どうせ無理。まあ、髪の毛もね、これやばいな、本当に。まあ、あの、シャンプーするとね、髪の毛濡らすと本当に露骨にわかるんですけど。で、今ね、あの、久保さん、この薬をの飲み始めまして。この、まあ、プロペシアと同じ成分が入っている薬なんですけど。あの、薬あんま飲みたくないんですけど、さすがにちょっと、頑張りたいんで。<laughs> あがきたいんで。まあ諦めたら終わりですからね。ちょっと諦めず、まあもがいてみようかなと。まあやることやって、まあいろいろやってみてダメだったらまあしょうがないし、まあそれネタにするんですけど。まあ逆にこれね、育毛の広告、髪の毛のあのアフリエイトとかはもう単価高いので、逆にまあ自分を、自分の体を使ってアフリエイトで稼ぐってことができるので、まあこれはピンチはチャンスかなと。 やっぱ、あの、どうせ無理って諦めたら、まあ、無理でしょうね。まあ、どうせ無理なんで <laughs>。うん。だから、まあ、どう思うかどう考えるか次第だと思うんですね。まあ、もし僕が、まあ、久保さんもしっかりなんですけど、いや最近の若いやつらネット使ってね、どうせ、俺、麻雀しかしてこなかったな、無理だなって、 って思ってたら、まあ、今の人生はないですし、まあ僕も、どうせ、まあ稼げる人って一部でしょみたいな。まあ稼げるって言うけど、それもう買っても、買ったところで、どうせまあ、まあ一般の人は無理だろうし、今からやっても遅いよと。ね、騙されてるんだよ、みたいなね。まあそういうところで僕も、まあ昔はね、教材をこう買った、買ったことで人生は変わったんだけども、あの時本当に僕、教材買ってなかったらね、今ないので、 で、あの時、まあ、その、一部になりたいっていう気持ちで、まあ、銀行の ATM から3万円振り込んだんですけども、まあ、ちょっとね、騙されてるんじゃないかと思いながら振り込んだんで、あの、3万円ね、振り込んだ、まあ、厳密に言うと2万9800円なんですけど、それを振り込んだ時に、覚えてますよね。もう20年前ぐらい、もう相当前か。うん、22か3か、そんぐらいの時なんで。でも、あのなんか光景はね、いまだに覚えてますね。 でもあの振り込みがなかったら今は僕はないって思うとなんか恐ろしいなと思いますね。あの時もし本当に振り込む、あの教材買ってなかったら今ないので、マジでないですからね。うん。まあ、悩みましたよね。めちゃくちゃ悩みました。多分ね、1ヶ月は言い過ぎですけど、多分1週間以上は余裕でな悩んだと思います。買うか買わないか。うん。当時はそのメルマガとかも登録してなかったんですよ。ネット検索で、 僕はネット検索で見てたページだったんで、なんかそのメルマガでね、あと何日ですとかそういうのじゃなくて、そのページを見てね、その教材のページを見て、うん、どうしようかなみたいな。<laughs> そう。う大丈夫かなみたいな。悩んで悩んでね、でも、まあ、なんかやらんとあかんつってね、買ったんですけど。あれ買ってなかった本当に今ないですね。まあ、あの、僕がね、その教材を買ったからこそ、まあ、前の会社に入れたっていうのもあるので、 買ってなかったら前の会社で働いてないですからそ、多分今の人生はマジでないですね。うん。まあ購入者になったんでね、その、まあ販売者の方がね、東京に出てくるっつって、まあ購入者に対しての、あの、カスタマーサポート募集しますみたいなメッセージを投げてたんで、購入してなかったらそのメッセージを見ることはなかったんですよね。うん。だから本当に買っとって良かったなと思いますね。 買わなかったら今の人生、ほん、だから、29,800円が人生の境目ですよね、僕の。今、振り返るとね。でもそれも結局、その面接、なんかそのサポートスタッフ募集っていうね、情報を僕しか見てないのかっていうと、他に買った人たくさんいると思うんですけど、なんか面接もね、8人ぐらい来たって言ってましたけどね。僕はもうやる気しかありませんって言ってね。 やる気だけをアピールして採用していただいたんですけど、後からなんで僕採用したんですかって聞いたら、やる気大事だろうみたいなね, <laughs> ね。全くスキルないのに。まあ僕教材買っても挫折した人間でネットで稼ぐスキルっていうのはなかったんですよ。うん。だからまあ、ありがたいですね。まあそう思うとなんか人生ってなんか何なんですかね。いってらっしゃい。